い、本日はですね、 YouTube オワコンになって引退になる前に向けてというね動画をやっていきたいなと思います。日頃からですね、皆さん僕の動画を見ていただいて本当にありがとうございます。僕もね、一応これでおまんまちゃんを食わせていただいているわけなんですけどもね、まあなかなかこれが一生続くかって言われたらなかなか厳しいじゃないですか。 YouTuber もいつまでやってんやろなんて、ふざけたことやってるけどもいつまでやってんやろなって思いの方もいらっしゃると思うんですけどね。さあ、僕もねオワコンにもうそろそろ慣れていくと思います。でオワコンね、もともと始まってもないけどいつ終わんねんっていう話だけども、まあそれでも終わりにどんどん近づいてはいってると思うんですよ。で僕はできる限りこの動画っていうのはやりたいと思ってます。やっぱり皆さんに知っていただくというと、僕のこのペタペタ喋ってるの知っていただくのが何より大事ですよね。そのために頑張っていこうとは思ってはいてるんですけども、ほなじゃあお前ほんまにオワコンだってね、マジで動画やってもね、お前10回も回らへんからだと、お前どないすんのと、嫁もおんねやろと、外注さんもおんねやろと、お前飯食わせんのか、もちろんそう思われる分ですわけでね、そうやってやっていかなあかんな思うわけなんですけども、じゃあ僕これからどうしていけばいいんですか、皆さん教えてくださいって言ってもね、誰も教えてくれませんので、僕自身でいろいろ考えていきました。だからね、まあ、YouTube は YouTube でこれからほんまに視聴回数が10回になってもね続けたいなって僕は思ってはいてるんですけども、それでは飯が食われへんのでね、じゃあどうやっていくのってことなんですけどもね、僕は実はこっそりとね YouTube 以外にもいろんな事業をやってます。実はこの YouTube も一つの事業なんですけどもね、それ以外にもいろいろこうやってはいてるんですけども、まず一つ目っていうのはジャパンメディアっていうね、僕の洋服関係のところっていうのを、あれは一つの事業でもあるし僕の趣味でもあるんやけども、もう思いっきり振り切ってね、僕の全部決定権でやってます。だから間に商社とか入ってないんですよ。間にそのわけわからへん服の作る人とか入ってなくて、 YouTuber で直接工場行って喋ってるのって多分僕ぐらいしか行けないと思うんですよ。だからちょっと頭おかしいんですよね。だからそんなことやって服作ってると、でそれはいろんな工場さん行っていろんな人と会話する中で、いや実はなと、毎年毎年新作出せってメーカーから言われんねんけども、はっきり言って毎年新作出す難しいねんでって工場さんの声とかも聞いてるわけなんですよ。本来じゃあそれどないかしやなあかんねっていう話もあったりするし、でそれ以外にもね、パーソナル診断っていうね、僕資格もちゃんと取りました。でね、これ皆さん見ていきましょう、ゾーンということで、ちょっと名前のとこはねモザイク入ってると思うんですけども、パーソナルカラーの診断の資格をしっかり取得しましたよということで、学びもさせていただいております。でこれによってね、皆さんの、パーソナルカラーの診断っていうのもやっていこうっていうのが思ってますし、それ以外にもね、実は2021年に服作って2022年は動画サービスの事業を始めたんですよ。で動画サービスの事業名、名前が何かというと立役者っていう名前なんですね。立役者、なんで立役者っていう名前なんかというと、立役者の意味は江戸時代の歌舞伎の看板役者のことを立役者っていうんですよね。でその立役者、まあロゴもここに出てますけどね、その立役者を僕は大阪のね、企業さんだけやろうと思ってるんやけども、企業さんだけね、個人は一切僕やるつもりないので、企業さんだけやって、そこの企業さん、美容師やったら美容室で立役者、看板役者になってほしいし、建築やったら建築の中で看板役者になってほしいっていうサポートの意味を込めて立役者、その人たちをサポートしていって看板役者にしていくっていうところで、立役者っていう名前でねサービスをやったりはしてます。だからそれは YouTube の、 運営もそうなんやけど、それ以外にやったらショート動画の制作とかもやったりしてて、まあ、僕 の、 お得意のカメラマンのふーちゃんがね、そういうの作るの上手ですので、そういうのを一緒に作っていったりもするということもやってますし、それ以外にはですね、レンタルサービスっていうのも行っていこうと思ってます。っていうので、ね、皆さんこちら見てください、ズドーンということで、こんだけね洋服が山ほどあるわけなんですよ。でこれだけじゃないです、この、棚というか、これが 1,2,3,4,5,6,7 個ありますので、これでね皆さんに定価の1割でレンタルを始めようじゃないかと、レンタルサービスを始めようじゃないかということで、そんなことも考えておりまして、年明けからねちょっとスタッフが増えますので、そのスタッフさんと一緒にそういうのを運営していこうということで、もちろん決定権は僕一人で決めますけどもね、全責任僕が負ってやりますので、そういうことをやっていこうと。でそれ以外にはね、僕教員やってたんですけども、教え子でね、まあ、障害ある子らやねんけども、その子らをね雇用していきたい、まあ、日本のために雇用していきたいっていうのはね、まあ、僕はずっと前から思ってたことなんやけど、ようやくそれが叶いそうですっていうのもね、先日僕飯食いに行ったんですよ。でもしこういうことしようと思ってて、で、まあ、こういう風にやっていって雇用しようかなと思ってるんだけど、どう思うって言ったら、ぜひやりたいということで本人が言ってますし、顔出してやっていこうと思ってるけどいけるかなって言ったら、うん大丈夫やと思うって言って、まあ、今度お母さんと喋ります。お母さん、親御さんと本人と喋って、一応2週超えてるけどね、まあ、こういうことしようと思ってるけどどう思いますかと、もし問題なければ僕ちゃんとお給料払うんで来てくださいということで、もともとは親と先生と生徒ですよ、三者懇談とかもしてたから、それがねまた7年の時を経てね、まあ、7年前やったんですけど僕担任してたのね、時を経て、まあ、そういうところがまたスタートしていけば、まあもしかしたら障害ある子らでね、よし頑張りたいっていう子が増えるかもしれんしね、僕はまあそういう身近なところから、まあ、そういうのできたらいいなということで、まあ、やっていこうと思ってます。まあ、知らない人まではよういけないんやけど、まあ、目の前のね知ってる人ぐらいやったらなんとかできるんちゃうかなということで、そういう支援のサービスとかそういうこともやっていこうとは思ってます。でそれ以外にはですね、これはもうちょっと
ょっと後々なんですけど、あの古着とかもねやってみたいなと思っててね、あの僕が選定してピックした服、ノースエースのもう昔のこれめちゃくちゃレアで機能的なやつやんとかっていうのがあれば、そういうのピックしていこうかななんていうふうに思ってるんですけど、今言ったみたいな感じで、まずはジャパンメイデアっていうね、日本製品しか使わへん、洋服作りっていうのをやってて、次にパーソナルカラー診断で、これに関してはカラーだけじゃなくて顔診断、骨格診断の資格まで取りに行きます。でこれはもう年内中に取れると思いますので、それはね、結構高いですよ。1個取るだけで何十万でかかるんですけども、行きたいなと思いますし、それ以外にも動画サービスの立役者の方もね、大阪の企業だけです。だからもう個人は一切受けへんし、個人はいくらお金積まれてもやりませんので、個人は全くやらないんですけども、企業だけ、そういうサポートをやっていく、で立役者という名前でやっていきたいなと思いますし、あとそれ以外にやったらレンタルサービスですね。服山ほどあって、ここにずっとかかってほこりかぶってても何の意味もないから、まあ、定価の1割、例えばモンクレール買うの高いなと、やけど2万円で1週間レンタルできたりとかするんやったらめっちゃいいやんとかね、マウンテンライトだけでも4万円は高いけど、あ4000円で借りれるんやったらええやんけとかっていう風に、もう全部定価の1割 10%、10% でやっていくっていうのが一番わかりやすいかなっていうのでね、やっていこうかなと思ってます。でそれ以外にはね、教え子の障害ある子らを雇っていって、また面白いもの作っていくんでね、楽しみにしてください。え、こういうことやりたかったんやと、この頭の中はね、このペチャペチャ喋ってる頭の中はこうなってんやっていうのが、な 1,2 年経つとようやく形になっていくと思うのでね、まあそんなことを楽しみにしておいてくださいということで、まあ、YouTube は YouTube で、もちろんこれはね、事業としてもちろん大事なことなんですけども、やっぱり流れっていうのがありますので、終わるときは終わると思うんですよ。その時はもう終わったときは仕方ない、もう次に行くんだということでね、すぐ次に行きますので、それもね、また皆さんに見ていただければ嬉しいかなと思います。まあとにかく、まあ僕は認知していただかないとね、何も始まらないと思ってるので、皆さんにこう知っていただいて、あ、タクゾーこういうことやってんねや、あ、こんなこともやろうとしてんねやっていうことを知っていただくだけでもね、非常にありがたいかなと思いますし、そういった各種のサービスって、ね、下の URL に貼ってますので、立役者のサービスなんかはもうホームページも出来上がってますし、どんどん進めていきたいなと思ってます。でパーソナル診断の、ページもね、今作っております。ウェブページ作るのもね、何十万でするんですよ。高いからね、頑張って作ってんだけども、なかなか人数がそんなめちゃくちゃおるわけじゃないんで、僕入れて13人ぐらいしかいてないんで、まあぼちぼちやってるんですけども、まあそんなことでまた皆さんにね、応援していただいたりとか、あ、これは俺興味ないけど、あ、これやったらちょっと見てみたいなとかっていうのがあればね、ぜひぜひお声かけていただけると嬉しいなということで、YouTuber でオワコンになりつつあるんですけどもね、オワコンになってても頑張るんだということで、皆さん応援の方よろしくお願いいたしますということで、本日はですね、 YouTuber 引退になる前に、やってることということでね、ご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。